正面右斜め前方より松本市民芸術館は長野県松本市深市にある音楽ホール劇場である館長兼芸術監督に俳優演出家の串田和美を迎えて2004年8月に開館した設計は日本を代表する建築家の一人伊藤富夫日本では比較的珍しい4層のバルコニー席を備える馬蹄系の主ホールは 他の字型の巨大な四面舞台を備え、幅広い演出に対応している。有料ホール100選に選ばれている。日本最大級の音楽祭である、聖治小沢松本フェスティバルの主要会場である。現在の松本市民芸術館の敷地には、戦後すぐに第2公民館が建築された。これは同地に建設された初代の公共施設である。 この建物は1955年に消失した。その跡地には1958年に2代目の公共施設となる松本市民会館が着工、翌年竣工した。この会館は約1300の座席を持つホールとして長く利用された。また、会館前の広場はライラック広場と呼ばれ、大型の噴水と美しい庭園が整備されていた。しかし、建物が 老朽化するとともに他の大型ホールが市内に新設されたため主要なコンサートなどは次第に開催されなくなっていった。現在の松本市民芸術館は老朽化した松本市民会館を取り壊して2004年に竣工したもので同地での公共施設として3代目にあたる。この建物は以前の広場も含めた約9000平方メートルの敷地に建設され、 それまでのものと比べ圧倒的に規模が大きい。建物は地上7階地下2階建てで、内部には約1800席の主ホール、240席の小ホールのほか、主ホールの舞台を利用した約400席の実験劇場、リハーサル室やレストランなども完備している。掃除業費は145億円。来館者用の駐車場は設けられていない。 松本市民会館の改築に対しては、1997年頃から、松本商工会議所、松本商店街連盟、松本中央商店街振興協議会といった経済団体、松本市民劇場、松本子供劇場、松本アマチュア劇団連合会といった芸術団体により、陳情、要望が行われていた。一方、松本市による改築計画は、 施設の規模が大きく、総工費も145億円と高額であった。しかも、松本市には他にも同様のホールが存在し、都市の規模からコンサートも頻繁に開かれるものではなかった。このため、新施設の設備は過剰であり、その建設は税金の浪費に過ぎないと捉える向きも多かった。また、競争入札の不透明さが問題となり、建設に対して、 市民の不信感が一層増すことになった。このため、建設中止の是非を問う住民投票の実施を求める請願の市議会への提出や署名運動などの激しい反対運動が起きた。このような中、当時の市長、ありがただしは計画を強力に推進し、新施設は規模を縮小することなく建設された。しかし、 芸術関係説の是非が争点となった春行直後の市長選挙では現職の有川、破れ、反対派の菅谷明が当選した。ありがとうございます。